まあ、6試合前からですねエドワルドが復帰しそしてパク・イルギは実は入ってるんですね、はい、加入してで守備のところ安定してきたっていうのがキム・ミョンヒ監督から今はっきり相手は 4-4-2 だという言葉がかかりましたけどそんな中ゲームがスタートです。さあスピードに乗って小山津が出てきます。これはチャンス。小山津クロス後ろから本田落としてシュート中央飛び込んできました樋口です。自分たちの時間帯に点が取りきれないっていう展開は結構お互いあります。おーボールが出た。一味だ。一味のシュートナイスセーブ。パクイルギ右手一本。これはオフサイドです。斉藤光輝自陣でねサガン鳥栖がミスを犯したことによってチャンス生まれましたし、ね、非常にポジションも非常に前を取ってですねいいポジションを取ってたと思いますね、はい斉藤光介はちょっと溜めてから七を使いました。そして斉藤光輝縦行った斉藤光輝斉藤光輝さらに打った斉藤折り返し松浦前半アディショナルタイムゲームを動かしたのは横浜 FC。 ここのね緩急のつけ方この後緩急のつけ方ちょっと遅くしといて飛び込んできたところスピード上げて松岡ねうまくかわしましたけれども非常に、ね、相手の逆取るの非常にうまいですよね。ここの落としといて中見といて飛び込んできたとこかわしてまあ松浦もいいポジション取ってましたし体をうまく開いてですね面をうまく作ってですね逆サイドうまく流したと思いますね。近づいてちょっと離れたんですね、はい、ポジションの取り方シュートする準備面の作り方見事だったと。動かし方なんかも含めてどうしてもちょっと外外になってなかなか前進うまくできなかったですね。あそうですね斉藤光輝斉藤光輝斉藤光輝わずかに枠の上形ができたっていうことは一つ大きいと思いますけど斉藤光輝スルーパス松浦来た松浦だポスト一味これはブロック超決定機でした。この1個触って素早く出しますよね。このやっぱセンス感じますよね。これブロックしたのが松岡ですね。そうですね最後のシュートブロックは松岡ですね、はい、この後立ってですよエドワルド。おーいいところで受けました小山津スルーパス引き出した林打ってきました父のクリア小山津がいいところで受けましたよね。ディフェンスの背後にランニングですね林の良さですからこれね早い段階で、ね、使ってくれたらいいポジションでしたけどちょっと七がね何回か持ち直したんでね、はい、それでちょっと ポジション取るのが難しくなってしまいましたね。パスコンスがなくなってしまったんでね、はい、原川が広げて左から中野両足蹴れるサイドバック原川クロスレンゾロペス狙い通り高さで取りましたサガン鳥栖1対1広げて押し下げたことによってラインが少し下がりましたからねでラインを上げてきたその後ろにできたゴールキーパーとディフェンスラインの裏のスペースですよね。そこに正確な原川がやります。ヘディングクロスバー止まる球クリアまだあります。中野が右足であこれはキックミスになりました。よく止めた6ターンヘディングでしたね。エドワルドですね。エドワルド、おいいパス。本田、レンゾロペス。ここですね。森下入れます。ヘディング、六ターン。本田のヘッド。攻撃より良かったのはやっぱ中央入れてから、そしてサイドにボール振ったんでね。ここで試合終了。フルタイムを終えて1対1勝者は生まれずただお互いに、まあ、良さは出したゲームではありました。